個人というのは無限の現れにしか過ぎない。個人の実体は即無限でございまして、個人が無限から1秒間も離れることはできない。無限は実在しますけれども、個人は実在した試しがないんです。無限こそ絶対実在であって、個人というものは存在しないのに、勝手に個人だと思ってるだけなんですね。で、あなた方は形という一個の個体を見るがいいに個人と思ってるだけであって、この一個の個体とは何でできてるかということを知らぬからなんですね。で、個人が存在しない理由はこれから説明します。まず我々は何でよってできてるかというと、無限大の質量でできてるんですね。そして無限大の霊なんです。これは無限なんです。質量も無限大で、霊も無限大なんです。で、すべての形態は無限の中に存在して、無限はすべての中に存在してるんです。無限の他には何もないんですよ。自分は無限なのに、一個の個体を自分だと思ってる人が多いんですね。だから悟ったら必ず無限になりますよと。迷ってるものは自分のことを個人と言いますよと。その個人というもののことを自我と言うんです。個人は真我ですか、自我ですか。無限は真我なんですよ。本物の自分は無限であって個人ではないんです。まだまだ皆さんに個人という思いがあるならば迷いがあると。個人は自我、真我は無限なんですよ。真我到達ということは無限に到達することなんですね。個人と思うことですか、無限だと思うことですか。あなたは自分を個人だと見るべき、無限だと見るべき。実在しているのは無限であって個人ではないんですよ。個人は無限の現れにしか過ぎない。個人的霊とか個人的質量というものはこの宇宙には存在しない。であるがゆえに神のことを無限者というんです。無限が全てを作り、無限が全ての中に宿っていると。個人は無限から離れることはできる、できない。これを分離観と言いますけれども、個人と無限との分離観を皆さん持ってるんですよ。一体観なんですよ。個人は無限の中に存在して、無限は個人の中に存在している。だから皆さん方は神の中に存在して、神は皆さんの中に、これを神と言いますから。神は個人ですか、無限ですか。は？神は無限にして不変。じゃあ神の外ってあるんですか。神には内外があります？ないはずですよ。そこには無限しかないはずですね。無限こそ絶対実在と。これを無限宇宙、不変宇宙。だから神は無限者であられ、不変者であられると。その無限の中、無限者の中に全ては存在して、無限者は全てに存在してなければならない。この一個の個人というものは無限の仮の、個人は仮想、無限は実相において皆さんは個人なんですか、無限なんですか。あなたは仮想の方を見るから個人と思ってるだけ。実相を見ようなんです。実相において全ては無限なんです。無限こそ実在と言いまして、無限は絶対実在ですけれども、個人が実在した試しはない。じゃああなたは悟ったら個人になる、無限になる。今自分を個人だと見るべきですか、無限だと見るべきですか。あなたは個人ですか、無限ですか。個人無限。個人的なものというのはこの宇宙には存在できる、できない。あなたは個人という名簿を自分で作ってるんですよ。これを制約というんですよ。束縛というんですよ。自爆と言うんですよ。本来の自分は何なんですか。本来の自分は無限なんですよ。じゃあ悟ったら個人になる、無限になる。私は個人という人のことを迷い人というし、無限という人のことを、あなたは悟ったら無限になる、個人になる。無限ですよ。だから正しく思うということは、自分を無限